で、こうやって指示することもできるんですけどね、こうやって危険だよとか。はい、無料でこのクオリティ、無料でこんなに楽しいの、無料満載、無料万歳。ああ、無料のコーナー。はい、皆さんこんにちは、こんばんは。君の好きなとこなら世界中の誰よりも知ってる、僕が売れでおなじみのユーロです。はい、スチームのね、無料ゲームの中から、面白いものを紹介する、あ、無料のコーナー。今回は週刊スチーム通信で言っていた、ベイングローリーやっていきたいと思います。これはですね、スマホ版があって、数々の受賞歴もある有名な MOBA ゲームということで、で、 MOBA ゲームでこの見下ろし視点のアリーナ型ってありそうでない分野だと思うんですよね。まあ、ドータ2なんかは有名かもしれません、ロールも有名かもしれませんが、なかなか貴重な、ファンタジー系の MOBA じゃないかなと思うんで、はい、これをやっていきたいと思います。でね、ちょっとだけ、プレイした後の、まあ、プレイフィールというか、あの動画になるので、ド下手なのはお許しいただきたいと。で、その PC 版でやった後に、スマホ版もね、ちょっとミラーリングしてやってるので、後半、その動画もあるので、よかったら最後までご覧ください。起動するよ。はい、じゃあやっていきましょう。ちょっとね、チュートリアル終えて一戦やってた後ということなんで、ちょっとそれだけご了承ください。はい、まあ一戦やった後ですけど、解説しながら一応やっていきますね。まあカジュアルにしますね、今回5対5ということで。はい、で、最初にヒーローを多分選ぶ画面になります。これね、やっぱりクロスプレイだけあってマッチングがかなりスムーズでした。1回目やった時なんか5秒ぐらいでもうすぐ決まったんですよね。はい、今予想待ち時間が1分未満ということで、でもそれでも早いですよね。なかなか昨今 Steam のプラットフォームだけでは決まらないことが多いんですけど、はい、このゲームはすぐに決まるということで。はい、じゃあやっていきましょうか。とりあえず遠距離攻撃が、得意なやつでやりたいと思います。じゃあ右から攻めていきますか。はい、こんな感じでポジションを選ぶことができると。はい、で、デフォルトスキンあるんですけど、まあ後で言いますけど、 Steam ユーザー向けになんかね、特典の宝箱っていうか、特別なものがアンロックできるんで、まあ Steam ユーザーはお得な特典もありますね、今回。まあまあリリース記念というか、そんな感じでしたね。はい、じゃあやっていきましょう。でね、これやっぱりこう相性とかあると思うんですよ。何せヒーローがね、40人以上いるんで、なんで全てを把握した上で、多分こいつのウルトはこうやって打ってくるから避けようとか、そういう対抗とかあると思うんですけど、慣れてくると。まだ全然自分慣れてないんで、そこだけご了承いただければなと。まあどういうゲームかぐらい、このものを通して、これチュンリーじゃんこういうキャラもいるのか。はい、どういうゲームかなぐらいで、分かっていただければなと思います。はい、で、最初にビルドを選んで、まあ防御重視なのか攻撃重視なのかっていう、で、そのビルドも多分自分で自由に、組めるんですけど、自分はまだデフォルトの、ビルドでしかやったことないんで、はい、やってみます。で、お金がね、どんどん貯まっていって、その、はい、コーダメージ長射程にしましょう。はい、いろいろ選べるんですけどね、ストレス資格であるとか。はい、じゃあ右から攻めていきましょう。はい、で、ショップがあってね、こうやって買えるんですよね、はい、お金があれば。で、お金は敵を倒したりとか、やっぱヒーローを倒すとお金がたくさんもらえるんで、ヒーローを倒していきたいですね。あ、こっち今、あ、バラバラに今行ってますね。はい。さあ、どっちに来るかですね。
で、範囲に入らないと左上のマップに敵が出てこないんですよね。なんでこう勝ち合うとこんな感じで出てくるんですけど、あーこれ2人いますね、こっちね。はい、こっちはちょっと具合悪いで、大砲のところに入るとあれなんですよね、まあ守られるんで、この辺の近くで戦った方がいいですね。はい、でこんな感じで、倒しつつ後ろから、まあまあ弓矢隊なんで後ろから狙いつつっていう感じでやっていきましょう。はい、こんな感じで撃っていってヒット&ウェイで逃げると。こっちちょっと2対1なんでちょっとしんどいですけど、はい、まあ味方の援護を待ちながら、はい、やっていくと。はい、で、あ、ちょっと危ないなと思ったら B ボタンを押すと、はい、自分の陣に戻るんですけど、体力は回復するんですよね。なんで、死んでリスボーンを待つとその待ち時間があるので、はい、あれなんですよね。B ボタンを押して帰還した方が、帰還して体力を回復した方が早いのかなっていう感じはします。今のところね、やった感じでは。はい。こっちにちょっと加勢しに行きましょうか。こっちかなり攻めてるんで。はい。後方支援。後方支援したいですね。はい。ああ、ちょっと逃げましたね。はい。で、基本的にこういう雑魚敵とかも、倒さないと、ある程度、あれなんですよね。お、ここにいろと、今指示されましたね。はい。あー、今ちょっとミスったかな。はい。あー、今自分が狙われましたね。で、この、大砲の周りの今、円が、うっすら出たと思うんですけど、ここに、先に、一番最初に、到着した味方に攻撃するんで、大砲は常に。なので、こういう雑魚を先に行かせて、自分は後から行った方が大砲に当たらないんで、はい、そういう戦略もあるんですよね。はい。で、D で回復するんですけど、はい。次に回復するまで2分かかるっていう。多分この、クールダウンを縮める多分アイテムとかもあると思うんですけどね、やってると。はい、でステルスで行きながら、あこれステルスでもバレるんだ、大砲。そうなんだ、チャンスですね今ね。はい、やっぱりこう2人1組で行くと打ちつつ、やばいな、あー今やられましたね。こうやっぱりうまく当てながら逃げ、当てながら逃げ。やっぱり相手、ここの大砲のところにいるので、はい、なかなかやっぱ倒せないですよね。はい。で、早めに自分は武器を、ウェポンを取って、あ、ショップ遠すぎるんだ。はい。ショップが遠すぎる。ダメか。あー、死んだ時に買った方がいいんですけどね。まあいいわ。とりあえず。まだね、マップのどこにショップがあるとか、そういうことも分からぬままやってるんで。はい、で。あー。よし、 OK で、こうやって指示することもできるんですけどね、こうやって危険だよとか、はい、ここに行ってとかね、はい、ここに行くよとかね、こうやってこう
あの味方に指示を出しながら自分が行くところとかを指示しながらやるといいと思うんですけど、まだそこまでうまくない。はい、今相打ちでしたね。狙いは一緒だった。ここは仕掛けていきたい。あー、2人火星来ましたね。ちょっとこうなるとしんどいっすね。でここでちょっとウェポンを変えるんでかわしてもらって、でヘビースチールぐらいは行きたいんですよね。そうするとだいぶね通常攻撃が強くなるんで、いかにこう2アップグレードするかっていうのは多分大きなポイントになると思うんで。あー、そこで今ちょっと今ミスったな。今ウルトは決まったけど、 OK 倒しましたね。ああ、自分も倒れましたか。相打ちか。今こっちに加勢しに来ましたね、みんなね。はい、で6つの扉ちょっと待ちますか。851、よし、買おう。まあ2つアップグレードすると、まあ他にいろいろアイテムあると思うんですけどね、やっぱり言ってもみんな攻撃重視になるんで、でこいつはやっぱり後方支援したいんで、こういうやつの後ろに行って後方支援するのがいいのかなと。はい、ガンガンやっていきましょう。強くなったんでね、結構ね。はい、あー、こっち今ダメですね。あ、 OK。 あー、やばい。お、でもこっちなんか突破できそうですね。だいぶ押してますね。はい、ガンガン攻めていきましょう、こっちからね。なかなかいい感じですね。あー、こっち来ましたね、2人来ましたね。あー、これやばい。こうやってやっぱり複数来ると途端に勝てない。しかもレベル8級の人だから強いし、これはしんどいですね。まあ立ち回りのうまさとかね、やっぱりこう MOBA 初心者には結構厳しい戦いは続くと思うんですね。あ、自分も8か頑張らないとな。レベルに応じてそんなに強さって変わらないと思うんですけどね。まあその人がそのキャラにどれぐらい慣れてるかっていうことを測る一つの指標でもあるのかもしれないですけど。はい、とかなんとか言いながら。はい、こうやって、まあみんなもうこうやってシートね、あれですよ、こうやって打ってはね、攻めては逃げ、攻めては逃げっていう感じで、まあどこをどう攻めるかっていうのは一つのポイントではありますよね。さあ、じゃあこっちから行きましょうか。はい、一回狙われるとね厳しいもんがある。ここでもう一つ、そうか、いけるのか。なるほどな、貫通する、いいですね。はい、ちょっとかわしてもらって
強くしてもらって、あ、報告、あ、やばいですね。そうそう、このね、ゴーストウィングっていうドラゴンがね、捕獲されるとかなり多分攻めてくると思うんですよ。そのドラゴンを使って召喚できるんですよね。そうなるともううちのチームはボロボロだっていう感じになると思うんだよな。大丈夫かな。うん、ちょっとあれですね、難しい。とりあえずザコを倒しながら、拠点を攻めながら、危ない。まあこうやって小銭を稼ぐっていうのも立派な役割なんでね、おろそかにはできないですけどね。あー、2人からやられると結構きついな。あーあー、拒否されましたね。はい、ああやって降伏、4人まで降伏承認したらもう降伏になるんですけど、はい、こっちのチームは確かに弱い。お、この人すごいですね。やっぱり11とか10とか割とレベルが高い。いいっすね。あのなんかビースト強かったですね。ただ相手がドラゴンを捕獲したので、多分もうすぐ現れるのかな。あー、ダメか。ここはさらにアップグレードして、まあいい勝負ではあると思うんですけどね。やっぱりビーストが捕獲された分厳しいかもしれない。あ、地上に降り立ちましたね。あ、今のでも地上、あ、そうですね、多分攻めてくると思いますよ。はい、活躍してね。びっくりするぐらい活躍してないが、さあなんかめっちゃ稼いでる、お金稼いでる。ああ、あの人うまいですね。さあリスボーン、ちょっと砂時計で、あ、スペース不足か。まだまだだな。さあ頑張るか。アシスト。OK。ナイス。味方が大集
おお、このビーストやっぱり強いっすね。この BB さん、 BB さんがめちゃくちゃ強いから勝ててますけど。自分は前線で戦うような感じじゃないからな。よし、だいぶ小銭を稼いだんじゃない。こっちから来ましたね。ああ。オッケー。お、来ました。はい、捕獲した。あ、これこっちが捕獲してたのか。これはもらったんじゃないか。よしよしよし。オッケーオッケー。ここはここは突っ込んでいきたい。みんなやっぱり行ってますね、このドラゴンを先頭に。いいっすね。何もしてないけど、何もしてないけどいいっすね。よし、こっちも OK。オーケー、ナイス。敵の武器を破壊した。やっぱりこのドラゴンがいると一気に勝負つきますね。はい、全然活躍してないですけど自分、まあまあ勝ちはいいんですよ、勝ちはね。はいはい、レベル5にも到達したので、はい、グローリー1000もらえましたね。ミステリーキーも、あ、ミステリーキーが手に入ったということは、ダブルグローリーブースト。おお、2倍になるのか、グローリーもらえるのが。で、課金通貨でも買えるし、このゲーム内通貨でも、アンロックすることができるんで、ヒーロー。ヒーローがめちゃくちゃいるんですよね。こんな感じで、たくさんいますよね。まあ、どれがいいのかとか、今ちょっとわからないんですけど、はい、今6912、8000ぐらい貯めたら1ヒーローアンロックできるんで、まだなんですけどね。はい、で、ランクもあるとか、まあこの辺はありますよね。で、スチームへようこそということで、はい、このラッパのマークラッパのマークってなんかセイロガンみたいだけど、はい、報酬を受け取ろうということで、スチーム報酬もあるんですよね。トニー、こいつですね。こいつのスキン、これか、これをもらえるのかな。はい、なんで、まあ、スチームの特典として、まあ、リリース記念のようなものですね。というのもあるということで、はい、ちょっと今、カジュアル戦1回しかできなかったですけど、なんとなく、どういうゲームかっていうのは分かったんじゃないかなと思います。ユーロチャンネル。はい、で、今、スマホ版ですね、iPad でやってます。ちょっと画質がしょぼいのは、すいません。ご了承ください。ということで。あ、これでね、下の矢印で、アップグレード、これでするのか。タップでする感じか。なるほどな。まあ、これはこれでなんか、あ、やりやすいかもしれない。はい、今、ゲストでやってるんですけどね。名前決めなかったらゲストになるんですけど、自動的に。こっちの方が、まあまあやりやすいのかな、タップでやる感じなんで。はい。あ、今ちょっと通信があんまり良くないな。はい。通信が良くないとこうやって止まるんですよね。で、次、繋がった時にこんな感じで、やられるっていうね。はい。通信環境はいりますよね。あ、で、あ、そうか。ここでショップ購入。あ、でもまあまあ、全然、まあ iPad でやってるからかな。なんか全然遜色ないというか、どちらでもさすがクロスプラットフォームだけあって、どちらがどうっていうことないですね。まあもちろん、
タップ操作なんで、うん、まあそのあたり得意不得意はあると思いますけど。あ、なるほど。はい、どうなんでしょうね。まあまあ、よし、味方が来た。ん、これラッシュかけて、あ、これ一人倒せましたね。オッケーオッケー、ここは攻めていこう。これ押せるんじゃないか。ああ、よしよし、めっちゃ倒してるめっちゃグッジョブ、みんなグッジョブだわやっぱりこうやって固まっていったら強いですね。はい、まあこんな感じですかね。タップでやる感じですね。まあ画面構成はまあ小さい画面になる分ちょっとスリムにはなってますけど、必要な情報は、はい、スマホ版も PC 版も変わらないですね。はい、なんで、こんな感じで、スマホ版も遊べるんで、はい、まあこのベイグローリーに関しては多分スマホ版の方がみんなやってると思うんで、まあ、Steam は出たばかりなんでね。はい。あ、で、こうやって矢印が出た、タップでアップグレードと。はい。こんな感じでした。ピンポンパンポーン。はい。いかがだったでしょうか。ベイングローリー。いやー、しょぼかった。ほんと申し訳ない。はい。あんな感じで、PC 版もスマホ版も、まあ、それぞれ、いいとこ悪いとこあると思うんですよね。やっぱり PC 版は、PC に最適化して、大画面でできるっていうのはいいでしょうし、スマホ版の方はね、iPad でやったんですけどね、さっきは。カジュアルで、タッチ操作でできるので、気軽にできるのかなと。で、2つの、その、プラットフォームの良いところが活かされた感じになるのかなっていう、ことで。はい、賛否両論ですけど、おそらく、まあ、スマホ版をプレイした人が、まあ、PC 版で、あれって思ったら、票が多分多いと思うんですけどね。はい、初心者でも楽しめる MOBA じゃないかなと、とっつきやすいシステムになってると思うんで、ぜひぜひ、これから e スポーツとかでもね、盛り上がってくると思うんで、プレイしてみてください。はい、というわけで、今回、無料で紹介したのは、2月14日に配信されたばかりのベイングローリーでした。ではまた面白そうな、またみんながやっていなさそうな注目の無料ゲーム紹介していきたいと思いますので、チャンネル登録、グッドクリックお願いしたいと思います。ヨロでした。バイバイ。